ここは岩手県の沿岸大船渡市吉浜でやんす。三陸鉄道吉浜駅、かわいい。吉浜の特産といえばやっぱりアワビ。乾燥させたアワビは海外でも評価が高いんでやんすよ。おいしそう。おもてなし。こちらが津波石です。重さは約30トンあります。津波の恐ろしさを伝えるためにここに保存されております。想像できない威力ですね。どこだろうね。あ、ありました。これだ、日本一ちっちゃな本屋さん。かわいい。ねえ、どんなところだろうね、行ってみよう。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。こちらはどんな本屋さんなんですか？日本一ちっちゃな本屋さんです。本は何冊あるんですか？ここに置いてあるだけですね、はい、4冊全部震災関係の本になります。背景がこの吉浜地区なんですね。それでやっぱり地域を見て知ってもらいたいということで、自宅の場所にちっちゃなお店を開くことにしました。おすすめの一冊を教えていただいてもよろしいですか？はい、特におすすめは風呂敷包みという本で、陸前高田の病院で父母妹が被災したの実際の話が書かれています。2011年3月11日午後2時46分、あの日、あの時、父と母と妹の3人は県立高田病院4階の病室におりました。突然にガラス窓や器具がガタガタと音を立てて揺れ始めました。しかし高田病院まで津波が来るとは全く思いもしなかったのです。高田松原の松を越えて黒い波が押し寄せてくるのを見ました。もう最後だと感じた妹は、もうダメだ、一緒に3人で死ぬべと力なく言いました。それを聞いた母は、なーに、まだ死んでられるって、生きねばねえぞ勝子と必死に励ましました。その時どこからともなく一包みの風呂敷包みがまるで紐で引き寄せたかのようにベッドの脇に流れ着いたのです。それは入院用に母が家から持ってきた毛布を包んだ風呂敷包みでした。母は何か運命的なものを感じ、その風呂敷包みを抱き寄せました。体が弱い父が一昼夜を過ごすことができたのは、風呂敷包みの中にあった一枚の乾いた毛布のおかげだったのです。命の大切さだとか、日々元気に過ごすことの大事さを読んで学んでいただけたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と Twitter フォローよろしくお願いします。